奈良公園奈良県の観光地は奈良県内の主要な観光地等に関する項目である。奈良県は山とは国の真ほろばたたなずく青垣山ロれる山としうるわしと歌われる日本古代史の中心部隊である。遺跡の発掘は注目を集め毎年開かれる奈良国立博物館での肖像院展へも多くの見学者が訪れる。 古代史の中心部隊であった奈良盆地では1993年に法流寺地域の仏教建造物が文化遺産として日本で初めてユネスコの世界遺産に登録され1998年には古都奈良の文化財も登録された。また、紀伊山地に含まれる県南部には自然が多く残り2004年には縁の行者が開いた瞬間な山岳の聖地が 紀伊産地の霊場と山経道として世界遺産に登録されている。奈良県には日本国の重要文化財に指定される建造物のうち実に267件が所在する。そのうち国宝の建造物は64件で都道府県では国内最多である。また国宝彫刻128件のうち奈良県にはその過半数の71件が所在する。 そのほとんどは寺院にある仏像で、法隆寺と幸福寺には、それぞれ17県があり、施設別では、最も多い。山和寺を散策すれば世界遺産や国の史跡、多くの国宝、重要文化財にも出会えるだろう。世界遺産国宝建築国の名称特別天然、記念物重要伝統的、建造物群保存地区重要文化的、 景観重要文化財、史跡等文化施設国立、国定公園、国営公園、県立自然公園、県営都市公園、大型公園、動物園、植物園、遊園地恋人の聖地、ありがとうございます。